スタートしました。ほぼ揃いましたが、ディープインパクト下げました。ディープインパクト今後方から2投目、最後方となりました。さあ1周目の3コーナーへ向かって、やはりタップダンス7、大隅遥か2頭が出ました。あとは3馬身差、3番手は固まりました。コイントスです。ハーツクライ、ハーツクライがなんと3番手に上がってきました。そしてオペラシティです。マイソールサウンド、コイントス、そしてコスモバルクがいて、リンカーン、ゼンノロブロイは後方グループに乗ります。最後方にディープインパクト、白馬今4コーナーをカーブしてスタンド前、タップダンスシーが先頭です。リードが4馬身、2番手に大隅遥か、あとは2馬身差、ハーツクライ3番手、そしてマイソールサウンド、オペラシティ、コスモバルク中段、ゼンノロブロイ中段に打ちにつけています。あとはリンカーンとコイントス、さらにはデルタブリュースがいて、そして6枠にとビッグゴールド、あるいはヘブンリーロマンス、内をついてはサンライズペガサスです。そしてディープインパクト今外を回って、後ろから 4,5 番手、後方から2番手にはグラスボンバー、最後方は鈴鹿マンボ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。先頭はタップダンス7位、リードが3馬身ほど、大隅遥か2番手です。ゆったりとした流れか、3番手にはコスモバルク、あとハーツクライ、そして外を回ってマイソールサウンドです。第2コーナーへ向かいます。中段の前には11番のオペラシーが追走して、そして1馬身差リンカーンです。2馬身差中段につけております3番のゼンノロブロイ、向こう上面に上がりました。あとは外15番デルタブルースがつけまして、さらにはディープインパクトは中段の後ろ、そしてコイントス、さらには後ろから4番手には7番のヘブンリーロマンス、残り 1000m を通過、そして2番のサンライズペガサスビッグゴールド、後方2頭はグラスボンバーと、そのうちに5番の鈴鹿マンボの体勢で、さあ各馬これから3コーナーへ向かいます。残り 800m を通過、タップランス C 先頭です。リードは3馬身、ペースがそれほど速くなりません。第3コーナーをカーブ、コスモバルクいった、コスモバルク2番手でありまして、大隅遥か3番手、ハーツクライ、あとはマイソールサウンド 600m を通過、第3コーナーをカーブしました。あとは2馬身差、ディープインパクト動いた、ディープインパクト今中段外を回ってスーッと上がっていった、リンカーン内をついている、ゼンノロブロイは内をついて手が動いている、あと外を回ってはヘブンリーロマンス 400m を通過、第4コーナーをカーブ、直線コースにて、ここで先頭変わって、コスモバルク、コスモバルク先頭だ、ハーツクライ、ハーツクライ、リンカーンが来た、リンカーン来た、